お米を測る。お米を測ります。1合、2合、3合。お米を研ぐ。お米を研ぎます。1回目は米の周りに汚れがついているので、研がずにそのまま捨てます。お米を洗うとは言いません。お米は研ぐと言います。研ぎ汁が透明になるまで研ぎます。お米を浸す。お米を研ぎ終わったら、たっぷりの水にお米を30分から1時間浸します。30分漬けた米が白くなっているの分かりますか？お米をざるにあける。お米が白くなっていたら、お米をざるにあけます。お米を炊く。次にお米を炊きます。ざるにあけておいたお米と水を鍋に入れます。鍋を火にかけたら中火にします。沸騰するまで待ちます。沸騰したらこのまま中火で5分。5分経ったら弱火にしてまた5分です。ガスコンロでのお米の炊き方。紹介したご飯の炊き方は、電気コンロでご飯を炊くときの時間です。ガスで炊く場合は、沸騰したら2分、その後火を少し弱くして3分、その後弱火でだいたい5分から7分です。蒸らす。弱火で5分経ったら火を止めます。火を止めて約10分蒸らします。お米を蒸らしている間に豆知識。米という漢字はこのように書きます。そして米という字を分解すると88になります。米を作るのには88の手間がかかる。つまり百姓さんは大変な手間をかけてお米を作るということです。昔の人はお米はとても手間がかかる、百姓さんに感謝の気持ちを込めてお米を残さずに食べなさいと言いました。私もおばあちゃんにそのように言われて育ちました。ふっくら美味しいご飯が炊けました。お茶碗によそって食べましょう。